折笠富子は、日本の声優、歌手、舞台女優。東京都江戸川区出身。アトミックモンキー所属。1974年12月27日に、東京都江戸川区で二人姉妹の次女として生まれる。高校は、女子校で、軽音楽部でキーボードを担当、また、生徒会副会長を務めた。母子家庭で育ち、 女で一つで姉妹を育てた母を見ていたため、大学への進学は考えていなかったという。エレクトーンのブライダルプレイヤーになろうかと思ったが、音楽じゃない別の形の表現をと思っていた。音楽の道に進むか迷っていた時に、三宅裕二主催の劇団スーパーエキセントリック、シアターの募集を見かけて、表現を学べる場に進もうと。 高校2年生の頃にオーディションを受けて合格する。3年生からセットの第3期研究生として養成所に通う。高校卒業と同時に養成所の卒業公演の査定に合格し、1993年にセットの劇団員として所属する。テレビドラマの仕事もしたが、もっと広いところで勝負してみようと3年間在籍したセットを退所。 この当時はアルバイトをしながら風呂なし、共同トイレのアパートで生活し、ほとんどジャージで過ごしていたと語っている。声優としてのデビューは1999年のテレビアニメ GTO のヒロインの浮遊月、あずさ役である。その後、様々なアニメやゲームに声を当てていったほか、歌手としても活動している。所属事務所の編遷は、 東京俳優生活協同組合を経て、アトミックモンキーに所属。特技は、エレクトーン、タップジャズダンス。声種はソプラノ。女性役を、おもとし、様々なタイプのキャラクターの声を演じている。日本のアニメやゲームへの出演が主で、出演作のキャラクターソングを歌うこともある。一部、海外作品の吹き替えなどもこなしている。 かかずゆみを部長とする着物部に所属しており、イベントには連れ立って和装で参加することがある。なお、かかずゆみ、豊口めぐみとは演劇ユニット RL を結成している。テレビアニメイチゴマシュマロのメインキャラクターを演じた5人とでマシュマロ界丸、親睦会をしている。太字はメインキャラクター。担当女優映画、ドラマアニメ。 ありがとうございます。